日のゲストはバドミントン選手の奥原希望さんです。奥原さんとはですね、面識がございません。知り合ったのも本当に最近で、話したこともありません。奥原さんの素の部分を引き出せるように頑張りたいと思います。何回も聞かれてることもあるかもしれないんですけれども、まず競技を始めたきっかけ。めっちゃ普通の質問。小学校2年生から始めたんですけど、父が高校の教師をしていて、本当はスキーの顧問なんですけど、スキーって冬しかほぼ活動しないので、夏場バドミントン部の顧問もしていて、副顧問もしていて、それで土日とか体育館に連れて行かれて、隅っこでバドミントンを1人でこう羽とシャトルとラケットで遊んだり、兄弟同時に始めましたし、そういったいろんなこう環境があって、やれる環境があって、多分自分も楽しくてもうのめり込んでいったって感じですね。他にも水泳とあとピアノもやってたんですけど。それがなんでバドミントンに行ったんですか？すぐ結果が出て、小学2年生の時に2年生までの部っていうのがあって、で県大会で優勝して、もうすぐ県大会で優勝したらそのまま全国大会っていう試合だったので、全国大会みたいな感じでちゃんと練習しなきゃみたいなのから始まったんですね。でもその全国大会はもう本戦で1回戦負けで、勝つ嬉しさと多分負ける悔しさっていうのがあって、そこからどんどんのめり込んでいきました。オリンピックを意識したのは多分中学生なんですよね。初めて全国のタイトルを取ったのも中学2年生で、私すごい遅かったんですね。全国取ったら次はなんとなく世界かなみたいな、でもぼんやりしてました。まだその当時からそのバドミントンのプロ選手としての自分っていうのはイメージでき、プロ選手がいないかったので、なんとなくプロっていうのをイメージしていましたけど、プロじゃないんだっていうのを、そこから少し高校生になって、プロと実業団選手って違うんだなっていうのを初めて知りました。なので中学生の時はプロだと思ってました。今じゃあその実業団の人たちっていうのは日常生活は働いてるんですか？普段はチームによりますね。その企業によってすごく待遇がいいチームは練習だけっていうチームもありますし、でも練習だけっていうところはほとんどないですね。週何回か半日だけ勤務して、あとは練習とかが一番いいチームでもそんな感じですね。この間の本田選手とのトークで、親がすごく厳しかったって話をされてたじゃないですか。私の親もすごく厳しかったんでした。門限も7時でしたし、ね、何歳までですか？大学 1,2 年とか2年生ぐらいまでそれまでずっと実家暮らしだったってことですか？実家暮らしで、実家暮らしです。練習以外のオフの日、夜ご飯食べれないしなかったんですか？自分の中でなんでだみたいな。ありましたけど、でも親が怖かったんで、逆らったらこの家から追放されるっていう。競技をやめようって思ったこととかって、親が厳しくての理由ですか？はい、理由で。それはないです。だって結局競技やめても厳しくないですか？競技をとにかく極めて認められてもらえたら、そこはなんかなくなっていくのかな。とにかくもう認めてもらいたいみたいなのありましたね。その親のその厳しさを逃れるじゃないですけど、競技で示すしかないかなって思ってました。学生時代のモチベーションっていうのは、結果を残してそこから逃れたいっていうのが結構モチベーションになってた。あったかもしれないです。そこもうとにかく結果を出してもう何も言われない域に行きたいみたいな、はい、練習厳しかったですけど、練習に行きたくないと思ったことは今あんまり記憶ないですね。高校に練習に行かせてもらってたんですよ。小学校の時に体育館を使わせてもらってたので、自分がおじいちゃんとかおばあちゃんにお願いして高校に連れて行ってもらうっていう流れだったので、自分が行きたくなければギリギリまで時間をずらせたんですけど、もう行かないっていう選択肢がないからかもしれないですね。行かなかったらもう大変なことになるからどっちかわかんないですけど、そんなになんかいやいやっていうのはなかったですね。もう自然な流れでした。高校までは部活？私中学校まで長野県で、埼玉県に高校教わりたく、この高校で強くなりたいっていう高校があったので、そっちに行って、だから学校の先生ん家に下宿させてもらって、そこからもう全部自分で考えてやってみたいな感じで、でそこの後はプロっていう道がやっぱりその時もまだなかったので、まあ、自分の知名度もなかったですし、どの実業団に行くっていう他の選手と同じ選択肢、その時のその実業団を選ぶ時のなんかその自分の中での基準とかって何かありました？まあ、一番は本当に強くなれる環境があるかどうか、指導者もそうですし、あとは体育館とか、本当自分専用の体育館を持ってるチームがあれば、私最初のユニスっていうチームにいたんですけど、東京都内なんですけど体育館を持ってないんですね。なんで普通の、一般の方と一緒で予約を入れて、今日ここの体育館、今日ここの体育館みたいな感じで電車移動で、もう半分私たち実業団、半分一般の本当に開放みたいので、一緒にバドミントンしてることもありました。でも向こうの人たちはもう私たちがいるの慣れてるんで、あ、こんにちはみたいなスタンスなんですけど、他の人からしたらすごいびっくりするぐらいの環境でしたね。本当環境はチーム様々で、やっぱり都内だと自分の体育館を持つの難しいですし、だから地方のチームの方が自分の体育館を持ってってっていう環境は恵まれてるんですけど、でも海外遠征が多いので、日本代表だと海外から帰ってきて、そしたら国内便でまた飛ばなきゃいけないっていう、あと帰ってきて3日後に東京都内の合宿女子集合とかもあるんで、そうなるともうほとんど休みがなくなってしまうっていうのがあって、私は都内以外はやっぱ考えられなかったです。で、日本代表に選ばれたのはいつですか？高校3年生の時です。早かったです。高校2年生の時に全日本史上最年少優勝して、本当たまたまです。オリンピックレース中だったんで、先輩たちが多分本当海外の試合をフォーカスしてて疲れていたっていうのもあって、優勝したらもう自然に日本代表システムだったので、世界ランキングがなくてもそのまま日本代表に選ばれたっていう感じでした。バドミントンの日本代表への選考のシステムって何が基準なんですか？これは結構アバウトで、 A 代表 B 代表っていうのがあって、 A 代表が今でいう東京オリンピック、B 代表がパリ、なんとなくそういう分け方をしていて、 A 代表はさっき言った全日本で1位2位が自動的にまず選ばれて、あとシングルスは4人なんですけど、あと2人はその全日本の結果プラス海外の試合、1年間の成績を考慮して選ばれるっていう感じです。で、その日本代表としての活動って、そのオリンピック期間以外ってもうほとんど変わらないです。オリンピックの前のオリンピックの選考レースも1年あるんですけど、それと他の3年ですよね、ほとんど同じスパンで同じ試合が常に回ってます。トーナメント、海外のトーナメントとかに行くときも日本代表として行く？そうです、はい、その協会の所属選手として？そうです。だから海外の選手はプロで活動してる選手も多くて、自分のスポンサー、自分のメーカー、自分のスポンサーを乗せたユニフォームを着れるんですけど、日本はまだやっぱプロ選手っていうのが進んでいなくて、私はプロとして活動してますけど、自分のスポンサーを背負って大会に出れないんですよね。はい、なのでスポンサーさんからしたら本当にメリットが少なくて、そこは変えていきたいって思ってますよね、もちろん。そうですね、やっぱりプロ、個人スポーツなので、やっぱり団体で動くよりも個人で自分のプランで動いていった方がいいですし、やはりいろんなスポンサーさんがつくことによって露出もいろいろに様々になるじゃないですか。なのでそれがまず一つ競技が広まっていくことにつながるんではないかなと私は思っています。オリンピックを、目指してみたいなと思ったのはいつ頃？全日本初めて取った時がちょっとロンドンのレース中で、全日本取れて、でも嬉しいような、なんか先輩たちがこう戦ってる最中だから、なんか複雑だったんですけど、だからこそなんか、いや、じゃあ次のオリンピックは絶対私がっていうところは、そこでこう確実になっていきました。少しずつ世界の大会で始めてたんですけど、なんかオリンピックっていうのはもうこう絶対こう自分が取ってやるっていう強い気持ちまではいかなくて、でも全日本取ったところで、あ、このタイミングがやっぱちょっと違ってたら私もロンドンのレースにこう入れたのかなと思いつつ、だからこそ次のリオは私がこうやっぱ先輩たちと一緒にこのレースに回って、出場権とかメダルとかところまで行きたいなっていうのは確実になってきました。で、リオの五輪で銅メダルを取ったじゃないですか。で、今の目標は多分金メダルだと思うんですけど、なんでその五輪でメダルを取りたいっていうふうに思っていますか？やはりサッカーと違くて、やはりこのオリンピック競技って言われる競技はオリンピックが一番大きな大会っていうのがみんなの中でもあって、4年スパンで動いてるんですね。なんでやっぱりオリンピックっていうのは自然な流れで、私もその中学校だったり行った時に先輩たちがこう女子ダブルス4位とかメダルまであと1個とかロンドンで銀メダル取ってメダルを取った先輩たちがこう少しずつそのオリンピックで結果を残せるようになってきたっていうところで、やっぱ自分も取れるんじゃないかな、頑張れば手の届く場所にあるっていうのが少しずつ先輩たちが示してくれたので、あ、じゃあ自分もっていうのがありますね。自分がジュニアの時に活躍している人たちっていうのが私たちの目標であり憧れの先輩たちなので、やっぱりそういった先輩たちが目指している場所を自分たちが自然に目指すっていうのが当たり前なのかな。自分もその自然な流れでしたね。じゃあその銅メダルを取ってからどう変わる？自分がそのオリンピックを経験することによってやはりそのオリンピックの偉大さっていうか素晴らしさっていうのを本当に直に感じて、バドミントンって正直本当に知名度が少なくて、高松さんっていう女子ダブルスが金メダルを取って、そこでもうバドミントンの知名度がバーンって上がって、街中歩いてたら頑張ってねって話しかけられるようになりましたし、そういったのってもうその前は絶対ありえなくて、一つは競技をもちろん私は広めたいっていう中での一つ、オリンピックで結果を出す、オリンピックでっていうのはやはり一番近道って言ったら変ですけど通らなきゃいけないまず一つのところなのかなっていうのは思っていて、選手としてもそのオリンピックの素晴らしさ、会場の雰囲気とか本当に特別で、表彰台っていうのは本当私はチャンピオンのための表彰台だと思ってるんで、だからこそ自分がこう一番になって表彰台で君が代を流して歌いたいっていう強い思いプラス、何が一番嬉しかったって銅メダルだったけど自分は悔しくても周りの人がすっごい喜んでくれたんですね。みんなが喜んでくださる顔とか、それがすごく私は嬉しくて、だからこそ金メダルだったら多分もっといろんな人が喜んでくれるっていうのもあるので、そういったところがやっぱオリンピック経験して見えてきたことですね。ごくまれにやっぱりオリンピックも他の大会の一つと考えてる選手もいます。でもやっぱり世の中日本の国民的にはやっぱオリンピックが一番だからっていうのはやはり影響大きいのかなと思います、ね、工夫して発信しようとしてることっていうのは何かありますか？私は毎試合ごとこうだったっていうのを SNS で発表していて、最初は日本語でやっていたんですね。それも海外の選手が毎試合ごと載せていて、でファンの人へ直接自分の言葉で届けるをしていて、いいなと思って最初日本語でやってたんですけど、海外のファンもすごく多くて、で海外のファンから英語でもやってよって言われて、なんか翻訳すれば届くけどあれっていうのは曖昧だし、自分の言葉で直接届ける、合ってる間違ってる置いといてっていうのはすごく大事なのかなと思って、まずはその競技に対して試合についてのことを SNS で更新することをやっていってますね。どれくらいからそれ始めました？どれくらいなんだろう。終わってから選手の方がやっぱりプロ化とか進んでいますし、自分のブランドを持ってる選手もいるんですね、アパレルとか。なんでそういったのをなんか見ながらで露出っていうのも考えると、やはり自分の個人のスポンサーさんがついてもらってる中で露出っていうのもすごく大事だし、自分が露出するのを今って SNS があるから自分で機会をつかみに行けるじゃないですか。だからそういうのってすごく大事なんだなっていうのを周りを見ながら期間を感じてやるようになりました。というか世界の流れを読むのがすごく早いというか、すごく察しがいいというか、こんなにみんな SNS が大事なんて知らなくて、なんとなくで始めたんで始めてよかったなっていうのは今は思います。やっぱりオファーっていうのをもらえないので、自分からやっぱりやっていくしかない。昔からそういうなんか感じでしたか？自分から新しいことだったり、周りがこうやってるからこれやった方がいいのかなっていうのをちゃんとこう察して自分から起こせる。そうかもしれないです。なんか結構周りは見ますね。いいものは吸収するっていうタイプでした。例えば他のコーチが違う選手にアドバイスしていても、それを自分はできてるかなっていうのを自分に置き換えて確認したりとかっていうのはすごいしてました。基本的にコーチって専属ですか？今は契約してて専属っていうか、違う選手も見てますけど自分も見てもらうみたいな感じ。やっぱコーチによって教え方って違ったり？全然違います。同じ試合状況でも日本代表のコーチと自分のコーチって2人入れるんですけど、ベンチに同じ状況でも言うことってなんか違いますね。そういう時ってどっちを聞きますか？自分が決めます。こっちの意見こっちの意見もう両方聞いて、あ、こう見えてんだなーっていうのをなんとなくイメージして、あ、じゃあこうした方がいいのかなってもうそのまま受け入れることもありますし、どっちかの意見をいやそれは今できないと思ったらもう自分の道を行ったりとかいや結局やるのは自分なんで、自分が やって良ければそれでいいと思ってる人です。なんでなんか周りから言われても、だから親とかも最終的に実業団決めるまで親のレールの上で私はずっと進んできて、でもその都度なんで私の人生なのに私が決めれないんだろうみたいなっていうモヤモヤはずっとあって、ずっとそれでも自分はその気持ちを忘れなかったですね。ああもう決めれないんだじゃあ別にいいやとかじゃなくて、その都度いや私はこうしたい私はこうしたいっていう意思はずっと持ってました。だから我が強いとか自己中ってめっちゃ言われますなんか協調性がないとかめっちゃ言われます。でもそれでもやっぱりコーチとのやっぱコミュニケーション結構重要じゃないですか。まあ、チームとしてそこはやっぱり動きますよね、個人競技とはいえ。積極的になんか喋ります。私は自分からコミュニケーション、向こうから取ってくれなかったら自分から喋りに行きますし、自分が思ってること、向こうがこう違うことを思ってても自分はこうだって伝えることで分かってもらえると思いますし、分かってもらえたらそれを分かった上でこうまた違ったこうアプローチもしてくれると思います。まず自分が言わないと分かんない、よじゃなくて、いや言わなきゃ分かんないでしょみたいなすごいもう日本人離れしてる自分に納得いかないことは結構言うようにしてます。自分がじゃあどうしてもそれでも納得できないって時でも折れて納得する時ってのはあったりしますか？ありますあります、うん、言われて、でもそこの時は多分モヤモヤしてるんですよ。だから、うん、でも自分ですっごい考えます。1日どれくらい考えてますか？時間に表すと言ってそんなに考えてないもうその時にガーって回転させて、なんか考えても考えても結局同じところに行き着くんですよ。それをなんか23週ぐらいして、あ、もう考えてもしょうがない、あ、もうこういうことなんだ。じゃあなんかその練習時間以外に意識的にこう思考を整理する時間とか自分で取ったりとかは別にしてないです。その自分のプレーとか成功した理由とか失敗した理由とかって全部やっぱ説明できますか？ロジカル的に。感情も含めて映像を見て、あ、この時こんな感覚だったなっていうのは蘇ってきます。書いたりもしてた時期もあったんですけど、結局はそう見返さないし、なんかどうなんだろうなと思ってなんか続かなくてやめちゃいましたね。リオの時はそれをやってて、終わってなんかはーってなって、その流れでやめましたね。だってバドミントンをってあれ羽ですか？羽って言うんですかあれ？シャトルあれって時速めちゃくちゃ速いですよね。速いです。初速ラケットから離れるスピード、ここはめちゃくちゃ速い。200キロぐらいでしたっけあれ男子選手のギネスが493です。そんな速いの試合中の女子選手で300前後かなぐらい。すまし300。それを拾うのに目で追ってますか？それがバラエティの番組に出させてもらった時に気づいたんですけど、追ってないです。やっぱりそうですよね。目で追ってたら間に合わないですよね。間に合わないです。でバラエティの番組でやってもらった時に分かりやすく両方ダブルスコート、こっちも1人だけど、はい、ダブルスコート、向こうは2人とか、すごくいいところにスマッシュが来たんですよ。でも自分の感覚でこう出してたら空振りしたんですね。でそれがちょうどダブルスとシングルスの間に来て、あ、私見てないなっていうのをそこで初めて知りました。そこで知ったんだもっと見ろだ教えるじゃないですか。シャトルをよく見て、でも私見てないしなと思いながらすごい複雑みたいな特にそのネット競技っていうスポーツをやってる人たちは、私たちはやっぱ接触するんで、ある程度その接触に備えた体っていうのを作っていかなきゃいけないんですけど、もうなんかネット競技って結構究極の世界じゃないですか究極に反応できなきゃいけないみたいな。反応できないと、話にならない世界で。そうですね。だから目で追うんじゃなくて、多分体全体が無意識に反応する状態を多分作っとかなきゃいけないじゃないですか。そうですね。た人の試合を見てるじゃないですか、観客席で。動きますもん。あ、動くんだ。勝手に反応しちゃう。見てて、あ、こっち来るだろうなみたいなあるじゃないですか。それ、逆をついたフェイントをしてるときに、対戦してないのにビクってなります。もうそれ職業病半端ない。だからバドミントン選手結構みんな、ああ今引っかかったみたいなよく。それをじゃあその日常生活でそうなることってありますか？わかんないですけど、これ職業病なのかわかんないですけど、人混みすっごいみんな歩いてくるじゃないですか。それをなんとなく、あ、こっちの人こっちに行きそうだなっていうので、こう避けて早く歩くのは得意かもしれないです。あ、こっちこっちこっちみたいな、ちょっと重心のなんかかかり方がわかんないですけど。なんとなく。でもそれとたまに違う人来るんですよ。もうそっちねみたいな。読み切れなかったっていうのはあります。日常生活でそうやって常になんか考えてるかもしれないです。そういう感じします。なんかその考えることがすごく癖になってる感じが。そうですね。それはすごい私もなんか自分に対して疑問で、人生ってもう選択の積み重ねだと思ってて、本当この瞬間何をするって自分で考えて行動しなきゃいけないって思ってるタイプなんです。なんでそれをそう思い始めたんだろうっていうのが分からなくて、親の教育とかはそんな感じありましたか？とにかくこう張り紙はめっちゃ貼ってました。なんか名言みたいな、格言みたいな、そうもうは常に貼ってあって、何かこうあれはすごく言われてました。寝る前に浸かるなみたいな。厳しい。なんか少しずつこうあったかい温度に入っていくと慣れていくみたいな。いきなりこうちょっと飛び越えた熱い温度に入れると出ていくみたいな。ちょっとでも妥協してたらそれに慣れていくからみたいな、そうなるなみたいなのは言われてましたね。ずっと言われてました。ダム崩壊とかもちょっとの水がこう出てそれをほっとくと後から取り返しにつかないことになるとか。なんか結構過酷な、なんか子供時代それ気は抜けなかったですね。家は休みじゃなかったです。絶対みんなで朝ごはんなんで、だから今すごい習慣づいてるんですけど、9時前には絶対起きますね。起こされるし。兄弟がいるんですよね、確か。姉、兄、自分です。末っ子なんですね。でも末っ子っぽいって言われます。末っ子ってずる賢いイメージないですか？あー、すごいある。私も真ん中で妹がいてお兄ちゃんがいるからわかるんですけど、末っ子はめちゃくちゃ、その観察力がすごい。そうだと思います。だから私も結構見てこう怒られないようにっていうのしてたんですけど、なんでか怒られるっていう。なんで私が怒られるのみたいな。それが私の感じでは、いや私だけに厳しくないみたいなのをずっと思ってました。上2人にもそれは同じように厳しかったんですか、親は？姉はもう私と違くて、もうすんごいもやんとしてるんですよ。喋り方はこんな感じなんですけど、マイペースです。なんでそっちには言わんのみたいなのありましたね。で、お兄ちゃんにも？周りは昔お兄ちゃんに一番厳しかったって言うんですけど、でもお兄ちゃんが高校の時とかはあんまり何も言われてなくて、もうマイウェイを突き進んでるのを応援されてていいなって思いましたね。3人ともやってることは違う？今は違います。お兄ちゃん今医者で、高校インターハイ出て国体終わってからもう完全に切り替えて勉強を一つで二浪して、お兄ちゃんは本当に多いと思います、私も。そこで、だから思ったんですよね。そこでお兄ちゃんはなんで医者を選んだんだろうみたいな。バドミントンでも進学できたりしたのに、十分な成績なのに、それではどこを目指してたのか分かんないですけど。それでは食べていけないと感じたのか、だからこう割り切ってそっちの道を選んだ理由は気になりますけど。理由聞いてないんですか？聞いたことないです。兄弟なのに。そんな熱い話兄弟でしたことないです。連絡もあんま取らないですもん。仲良くないですか？仲いいです。親が厳しかった分、兄弟の絆ってのは深いです。で、その兄弟の中でなんかその競争意識とかって。私はもうやっぱり負けたくないし、年とか知らなかったです。年とか知らなかったです。1歳上だから仕方ないとか、年上だから仕方ない、意味が分からなくて、今からしたらいやそりゃそうだろうと思いますし、小学校の1歳ってすごく大きいじゃないですか。当時はそんなん関係なかったんで、何が何でも負けたくないみたいな。それはバドミントンに限らず、なんかどんなことでもその負けたくないっていうあったかもしれないです。一緒に遊ぶことがあんまりなかったですね。家に私テレビゲームないんですよ。やるとしたら百人一首とか100人一首とか人生ゲームとかですかね。100人一首は負けたくないって思ってます。まあ最初は知らなかったんで読む専門で、読みをどれだけうまく読めないとこうめっちゃ言われるんですよ。もっとちゃんといかにこううまく読めるかみたいなもっと聞きたいことあるけど、そうですね、今日はこの楽しかったです。ありがとうございます。また機会、希望の望みの架け橋とかで、望みの架け橋ぜひ、はい、お願いします。いや面白かったです。こちらこそ、またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。